はい、俺はヒロキューのスーパーグレラスっていう中魚台です。中身いろいろ入ってますので、一番強いのはこのイカゴロっていう、そのイカの腹綿ですね。イカの腹綿を乾燥させた中魚台、収魚力があるのと、拡散性が強い中魚台です。次がハイパーグレゼット、粒子細かいんでこれ遠投できます。で、比重がちょっと重めですね。それと、この海苔、青海苔、黒海苔、海苔の粉末、大きい網ビールといろいろ入ってますので、これ袋開けた時にものすごい匂いしますので、ね、釣れる感じがします。で、今年出た新製品、海苔の力ですね。中身見てもらったら分かるんですけど、海苔がものすごく入っています。これはもうマルキューさんの海苔ぐらいに対抗した収穫台です。はい。で、これは磯マスター遠投、まあ、ものすごく粒子細かいんで、もう遠投にうってつけの収穫台ですね。で、比重はものすごく軽いです。まあ、いろいろ、キララ雲母とか魚粉とか、そのキラキラさせるような収穫台とか、匂いで寄せる収穫台とかも入ってます。で、このアドバンスグレット、イソグロスーパーウカスは、基本的なそのベースになる餌になっています。で、グレテンは、これちょっと添加版の値段安い設定になっています。まあ、比重がちょっとね強いんで、深いところで釣ったりとか堤防で釣ったりとかするのに、向いています。このセイハグレはちょっと値段の高い設定 になっていますが、匂い、視覚効果とその匂いで寄せる収穫力が強めになっています。で、比重は重めで、深いところで使うときにこれがいいです。で、ホワイトパワープラス、これはもう中身がものすごくおからが入ってますんで、ものすごく水を吸って膨れます。匂いも、このニンニクがいっぱい入ってるんで、ニンニクの匂いが強烈にします。